先ほどの菊池のデッドボールに続いてちょっと心配な岡本にも一発が飛び出すかどうか。あっと力強いね。まあそうですね、しかも、まあ、安定してね、はい、2エンド2。あっとこれは変化球で来ました、空振りの三振、大道春樹です。ここも強振をしていきました。黒田さん、この大道というピッチャーはどんな特徴のあるピッチャーでしょうか。これがいいってことでしょうね。まっすぐは150キロを超えてきています。空振りの三振に倒れている大城、2打数のヒット。おーっと今ちょっと村田さんもおーっとこうなるような最高のまっすぐですよね。6回に大道が出てきましたが、あーっとここも外まっすぐ、素晴らしいボールが決まりました。空振りの三振。村田さん、今のまっすぐどうですか。あと打てないですね。打てないですか。もう唯一チャンスしたファールで逃げれたら最高ってところですよね、はい、もうヒット性の当たりは難しいというような、そんなコースといい、球の質といい、なんかうなっているように見えますよ。さあ通算300号ホームランまで王手をかけている中田ですが、あ、見てると思いますよ。そうですか。今ちょっと刺されてましたよね。いや黒田さん、これちょっと見てて気持ちいい勝負になりそうですね。中田の対戦お楽しみいただきましょう。高めに構えたまっすぐ打ち返してセンターです。秋山が落下点に入りました。3アウト。6回裏まで終了。大道を抑えた。